はい、どうもみなさん、こんにちは。イゼッコです。それでは今回なんですけども、ローソンで D 払い決済で最大20%還元、スキア D 払いで予約注文して、D ポイント30%還元キャンペーンなどを簡単に解説ということで、今回は D ポイント D 払いに関するキャンペーン情報ですね。今月は思ったよりですね、D 関連のお得なキャンペーンが開催されていましたので、僕なりに簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、まずその前に、以前僕がこちら11月 D 払い熱すぎる件についてということで、D 払いのお買い物ラリーに関する動画をアップしてますので、ぜひこちらもご覧になっていただければと思います。ちなみにエントリースタートしてますので、今すぐにエントリーもぜひ行ってください。で、早速今回の本題に入るんですけども、大きく分けて2つお伝えします。スキアの30%還元とローソンの最大20%還元ということで、早速こちらのスキアの30%還元についてなんですけども、 ということでこちら、D 払いアプリから予約注文限定スキア D ポイント30%還元キャンペーンということですね。いや、ほんとね、前回のスキヤの時もまあ D 払いではないんですけども、タッチ決済でも50%還元みたいなキャンペーンあってたんですけども、今度は D 払いで30%というね、めちゃくちゃお得なキャンペーンがスタートしました。 でこちらのキャンペーンなんですけども、エントリー必須となっておりまして、11月の1日から開催されて、11月の30日までのキャンペーンとなっております。 まあ、キャンペーンの内容なんですけども、先ほど読み上げた通りの D 払いの予約注文サービスからお買い物をしたら、プラス30%分の D ポイントの還元を受けることができるということですね。で、もらうための条件なんですけども、丸一番、キャンペーン期間中にエントリーが必要ということと、二つ目、キャンペーン期間中に D 払いのアプリの中の D 払いの予約注文サービスっていうのがあるんですけども、そこからスキヤのテイクアウトという機能を使って D 払いで決済したら還元を受けることができる。 ということですね。まあ、後ほどやり方をお伝えします。で、残りの細かいところなんですけども、ざっとこんな感じですね。まず、対象の支払い方法なんですけども、主に3つですね。電話料金、合算払いであったりとか、口座払い。これ、口座払いって書いてるんですけども、セブン銀行 ATM からチャージをしてもいいですし、普通に残高払いでの決済でも大丈夫です。あとは D カードでのお支払いということですね。次に、対象外の支払い方法なんですけども、D カード以外のクレジットカードを紐付けての決済はダメと。そして、ポイント払いと D カードプリペイドも紐付けても、キャンペーンの対象外 となりますので気をつけてくださいで次に付与上限なんですけども1回の決済で最大で300ポイントまでもらうことができまして期間中にトータルで600ポイント分の D ポイントの還元を受けることができますで実際にどれぐらい使えば上限に到達するのかといいますと1回に1000円分 D バレで決済したら上限の300ポイントに到達して期間中でトータルで2000円分決済したら期間中の600ポイント分に到達するということになります そして、もらえるポイントは D ポイントの期間用途限定のタイプがもらえます。で、付与時期なんですけども、2021年の1月末頃ということになってます。で、早速ですね、この D 払いでの予約注文、テイクアウトの方法なんですけども、結構やり方を見た感じは簡単でしたね。まずは D 払いのアプリを開いていただきまして、下にですね、ウォレットという項目があるので、そこをタップしてください。そうすると、ウォレットの画面がずらっと出てくるんですが、そこにですね、左下にスキアのマークがあるので、ここをタップします。そうすると、受け取り店舗を選んでくださいということで、 まあ3項目ほど選ぶ項目があるんですが最近の利用履歴とかお近くの店舗そして店舗調べるというのがあるのでこれはご自身があった方法で選んでみてください僕は店舗調べるで試してみましたそしたらまあ福岡って調べるとざっとですね色々お店が出てきたんですけどもまあ試しにここの福岡渡辺通り5丁目店というところにカーソルを合わせてみたのでそこを実際にタップしてみましたそうするとですねその店舗のスき屋のメニューが出てきますこれが今出てるのはこのおすすめの項目ですね 次に豚角煮丼うな丼とか、あとはカレーこだわり丼とか、そして朝食でも結構テイクアウトに対応してるみたいですね。で、僕は今回この牛丼の項目からとろり三種のチーズ牛丼というのを選んでみました。いわゆるチー牛ですね。これを選択したら、サイズの変更ということで、並盛りとか、中盛り、大盛り、特盛り、メガとあるので、ここはですね、ちょっと調子に乗って特盛りを選択してみました。で、実際に頼んだ個数と合計の金額がここに出てきまして、あとはですね、ここの入力項目で、お名前と電話番号とメールアドレスを入 でですね、早速注文して受け取りに行こうと思ったんですけども、ちょっと見ていただきたいところがありまして、ここですね、僕があの撮影してる時間が11月1日の17時6分、そして受け取る時間の最短時間が18時10分だったんですよね。 まさかのね、受け取る時間が約1時間後とかだったんで、ちょっとその日の都合上ですね、ちょっともう注文するのをちょっと断念したんですよね。なので、ここまで画面は進んだのはいいものの、実際に僕は購入がこの日はできていませんでした。一応ですね、キャンペーンのページを見る限りは、米印に書いてる通り、 予約注文受付時間は店舗によって異なりますということでしたので、もしかすると使う店舗によっては早かったりとか、使う店舗によっては遅かったりするかもしれないので、スキヤのテイクアウトの機能を使って注文する際は時間に余裕を持って注文することを強くお勧めしますね。ちょっと僕はこの店舗だけしか見てないんですけども、ちょっと他の店舗がどうなってるかどうかですね。ここはちょっと注意が必要かなと思います。 以上がスキヤ30%還元についてでした。続きましてこちらですね、ローソン最大20%還元というキャンペーンについてお伝えします。それがこちらですね、D ポイントカードの提示プラス D 払いのお支払いで、初めて D 払いアプリで支払いされる方は20%還元。そして、これまでに D 払いで支払いされたことがある方は10%還元というキャンペーンですね。こちらのキャンペーンはローソンとローソンストア100が限定となっております。で、期間なんですけども、この動画をアップする次の日ですね、11月の 日日日日火曜曜から11月の16日月曜日まで、のキャンンペーンとなっておりますでこのキャンペーンなんですけども、まずここからですね、キャンペーン期間中、エントリーの上、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100のお買い物で、お会計の際に D ポイントカードを提示の上、D 払いで支払いいただくと。 いうことですね。先ほどちょっとローソンソワ100とローソンだけということだったんですが、今回ナチュラルローソンも対象ということですね。で、普通に D 払いで決済するのではなくて、ご自身の持ってる D ポイントカードをまず店員さんに提示をすると。その後に D 払いのコード支払いで支払いをしたら、これで今回の還元を受けることができるということですね。 なので必ずお会計前によくまあ店員さんから言われると思うんですけども D ポイントカードを提示するとそしてコード決済をするという流れを忘れないようにしましょう で、先ほどちょっとお伝えした、まあ、初めての方とこれまでの方ということなんですけども、まあ、その分かれ方としたらこんな感じなんですが、まず20%還元の対象を受ける方なんですけども、DE 払いを初めてご利用される方、2018年の12月の1日の土曜日から2020年の11月の2日月曜日までに DE 払いの支払いがない方ですね。DE 払いのコード決済とか予約注文を含むということなんですけども、大体多分このチャンネルを見てくださっている方は DE 払いをもうほぼほぼ使ったことがある ある方が多いと思うんですがもし初めて利用される方でこの期間に該当するのであれば20%還元ということになりますでそれ以外の方に関してはもう D 払いをこれまで利用したことがある方に関しては10%還元となりますのでここは還元率もね注意が必要かなと思いますで残りの細かいところなんですけどもこんな感じですねまず対象の支払い方法なんですけども電話料金合算払いであったりとか D 払いの残高払いそして D カードでの支払いですね で、対象外の支払い方法なんですけども、D カード以外のクレジットカードであったりとか、あとポイント払いも対象外となります。そして D カードプリペイドであったり、D 払いの ID 払いも対象外となります。で、先ほどお伝えしたようにキャンペーン参加するためには必ずエントリーが必須となります。 で、付与上限なんですけども、1回の決済で500ポイントまで、そして期間中はトータルで1000ポイントまでとなります。一応ですね、初めて D 払いを利用される方と、これまで D 払いを利用されてた方で分けてみました。まず、初めて D 払いを利用される方は20%還元となるんですけども、その場合、1回の決済で2500円分決済したら、上限の500ポイントに到達して、期間中5000円トータルで使ったら、期間中の1000ポイントの付与上限に到達します。 で、これまで D 払いを利用されてた方は10%還元となりますので、1回の決済で5000円分決済したら1回の上限500ポイントに到達して、 期間中、1万円分ローソンで使ったら、期間中の付与上限1000ポイントに到達するということになります。なので、ある程度目安を覚えておいてください。そして、付与ポイントは D ポイントの期間用途限定が付与されます。で、付与時期に関しては、2021年の1月の末以降順次付与されるということですね。まあ、ちなみに僕のツイッターフォローしていただいている方であればね、ちょこちょこ見かけることがあるんですけども、だいたいその D 払いが付与された時は、大体たいてることが多いんですけども、今出てる画像に関しては、マイナポイント D 払い 5%還元キャンペーンですねまあ、確か銀行口座かなんかで確かチャージした時の分だった気がしますの、まあ、D 払いあるあるなんですけどポイント付与されたらなんだったっけなという風になるんですよなのでね一応付与されたりとかした場合まあ、そのタイミングでツイッターでつぶやくと思いますのでまあ、ツイッターフォローしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですで後なんですけどもちょっと細かくはもうお伝えしないんですがもう今 D 払い D ポイント関連が結構ね熱くなってましてまあ、一部だけピックアップしたんですけども 例えば、これちょっと僕が住んでる地域にはないんですけども、富士っていうまあスーパーがあるんですけども、そういったお店であれば D ポイントの毎日7倍新定というキャンペーンが11月の2日からスタートしてたりとか、あとこれで個人的にちょっとびっくりしたんですけども、丸食サンリブっていうね、ローカルなスーパーがあるんですけども、そこがつい最近スマホ決済に対応して、なんと D ポイントも導入したということで、エントリーすることで平日は3倍、そして土日であれば5倍の D ポイントの還元を受けるキャンペーンというのが11月1日から11月15日まで開催中であったりとか、 あと、こちらのコスモ石油でも D ポイント最大10倍の還元のキャンペーンというのをやってます。これは12月の2日から11月30日まで。あと、こちらも結構良かったですね。マルゼン純駆動で D ポイント10倍プレゼントということで、11月2日から11月の15日までですね。なので、書籍とかね、購入する方であれば、かなりかなりお得だなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、まあ、D バレのキャンペーンもお得なんですけども、D ポイントのキャンペーンもかなりね、お得なものが多いので、チェックしていただければと思います。 ちなみにまだ、ね、D バラエティデビューされていない方は最大に2000円分の D ポイントの還元を受けるキャンペーンもありますのでこちらもチェックは必須かなと思いますね。 まあそんなこんなで今回はローソンで最大20%還元キャンペーン、そしてスキアの最大で30%還元キャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。本当ね、D 払い、まあドコモといえば少し前にね、何かとちょっと話題になってたニュースがあったんですけども、それを忘れさせるぐらいかなりの勢いでキャンペーンを今月は繰り出してきてるので、ぜひまあそれぞれのキャンペーンをチェックした上で、エントリーを忘れずぜひ参加してみてください。 ちなみに僕はもう D 払いのお買い物ラリーに関してはもう大体半分ぐらいもう使ってしまったので残りのキャンペーンもちょっとうまく使おうかなというふうに思っておりますで今回お伝えしたねキャンペーンに関するリンクは下の概要欄にも貼ってますのでちょっと参加してみようかなっていう方がいらっしゃいましたら公式のリンクチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました